穴開けたり溶接したりという状況にはなるけど、それを表面的にはそういうふうに作り変えているように見えるんだけれども、ただ僕の頭の中ではここはこれができたら溶接しなきゃならないなと、ダメージを負って使い物にならないからこれを作って入れ替えるんだけれども、母体の方と接続するわけですよね。これはどの種類の溶接でどんな方向から溶接したらいいかなとか、溶接っていうのはもう熱が加わるイコールその近辺の金属だったら金属は全部引っ張られるんですよ。熱収縮を起こすんで、形状にもよるし母体との絡みにもよるし、じゃあどっち方向から溶接しようかなと、それもどの種類の溶接器を使うのかなとか、もうケースバイケースで無意識のうちに頭が働いてるわけですよね。それを伝えるっつっても、ただ板を切るのはこういう方法がありますよとか、穴開けるのもこうですよっつったって、穴開けるっつったって精度いい穴開けるためにはドリルをこうとかなきゃダメだとか、ものすごくこう裾広がりの見えないところがいっぱいあるんですよね。となると曲げた形を作ったっていうだけじゃ現実そんなんじゃ済んでないんで、ただね、自分でもこういうことしたいなっていう人にとっては、それは僕が本当にやるんだったらこれだけのボリュームを伝えなきゃならないねっていう、ほんの1000分の1ぐらいしかもしの項目かもしれない。それが仮に動画で要約して10分なり15分に収めたにしても1000分の1ですよ。あと1000分の999は残ってるわけだから、それを持続的に見る、ただ傍らで見られてる方もいらっしゃるんで、あ、こういう人間もいるんだと、物ってちゃんとこう復帰できるもんなんだというふうに捉えてる方々に対しては、一方通行的な要素に感じ取れるけれども、変な話名刺があるじゃないけど、私ここにいますっていうような形でやっていくことはやぶさかではないし、それをプッツンしちゃったらそれももったいないし、伝える何らかの手段っていうのも断たれるわけですから、どうなのかなと。ただ僕の話聞いてても延々聞いててもつまらないでしょうっていうのもあるしさ